はい、どうも皆さんお疲れ様でございます。ダーボンです。ダーボン打ち切るアサシンクリードオデッセイ。今回は第33回目、メインクエストの続きから、ですねになります。もうサクサク、構成員を見つけて、サクッと終わらせたいと思います。これリムナイという場所ですね。前回ちょっとね、この、権力に立ち向かえというクエストで1人目を始末したところでちょっと時間がね、ちょっとオーバーしてしまいそうだったので、ちょっと早めに切り上げたんですけども、今回は、こちらをね、サクサク進めていきたいなと思います。だいぶね、遠いですね。あ、端っこだ。はい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 。じゃあそっちを遠い方からまず行きましょうか。ここはなんだ、ゲロン隊。よいしょ。山。よいしょ。こっちか。はこっちから行けるのかな？なんか行けなさそうだからこっちから登ってしまおう。よし。こう。遠いな。遠いな。あっちまでありますね。あ、でもここちょっといいんじゃない？お、すごいここ。これ綺麗ですわ。あ、ボス。あ、下前。行こうか。お、いいですね。これはすごい綺麗ですね。よいしょ。よし。あんな端っこ、なんだあれ？あれどうやって行くんだ？とりあえず行ってみよう。あれはなんかの砦なのかな？よいしょ。とりあえず行ってみましょう。おお、通ります。なんか砦だなこれ。また砦か。よし。この上ですね。プライサイ砦、やっぱ砦か。よし、砦はね、サクッといきたいです。これは、なんか繋がってるけど、ちょっと上からちょっと覗いてみましょうかね。よいしょ。慎重に行こう。あ、彼ですね。さあ、どうやってあいつを倒すかですね。あいつが一人になったところであれば、サクッとやってしまって、脱出したいところですね。なので、サクッとやってしまいましょう。よいしょ。アプローチはこっから行くぞ。あぶねー。誰もいませんよ。つか上の警戒がすごい。下から行こう。今ならし、ここから行けるな。よし。脱出だ。脱出。ほっ、あばよ。よら、よし。じゃあな。
ケー。無用な戦闘は控えたいですね。で、ここだね。ちょうどロケーションがあるのか。それではそちらに行きましょう。またちょっと遠いですね。丘を越えていかなくちゃいけないから。ちょっとホブスで。あれだな、ファストトラベルした方がいいか。位置的に。あー、でも微妙だな。一応未開拓の未発見のロケーションとか、ハテナマークのところが未発見のロケーションになるんで。大丈夫。ほら。いて。いてよ。お前、俺のこと切ったな。あとは できるだろ。よし。で、この丘を越えた先ですね。丘を越えていきましょうか、じゃあ。前見て走ってるよ。それだからスパルタ人。頭が硬い。内側ですね。これがさ、あのスパルタがこう舞台になってるじゃないですか。で、映画でね、まあ、知ってる人もいらっしゃると思うんですけど、300っていうスパルタ を主人公にしたあの映画があって、ちょっとそれをね、実言うと見直したんですよ。ちょっと見たいなと思って、そういうのもあってですね、はい。ついつい見たくなっちゃいましたね。で、またこれは砦なのかな、ここにいるのはね。じゃあそっちに行きましょう。また砦ですよ。ターゲットが近いイカロスを呼ぶ。どこにいるの？お？お？クリプテイアだ。いた。よいしょ。これは何やってんだ。これ警戒が厳重。さあお前ら全員権力に立ち向かえ。権力がなんぼのもんじゃい。さあレベルアップしましたね。よし49だ。でインベントリーでこれをね装備できるようになりますね。で、で、これが、そう、これでね、全耐性プラス 30% ですね。シリーズ防具になるので。よいしょ。いらないものは、どんどん分解していきましょう。結構いらない武器とかね、いますか。ラコニアの杖。いらない。コパックの槍、普通の精神はいらないですね。で、クエストですね。次のクエストが、腐ったスパルタ人を全員を、裏切りました。武器棚を破壊。ここはーい。じゃあちょっとここにファストトラベルします。よいしょ。よし。ここですね。ここまでファストトラベルしていきましょう。で、これでクエストやって、で、スパルタの棒ですね。これを、あいつをボコボコにしてやろうかなと。お母さんすごいよね。鼻折ったって言ってましたからね。
そう、ここにも書いてある通りなんですけども、アビリティポイントはですね、ドラクマ、お金を払うことによっていつでもリセットすることができるので、まあ、ちょっとプレイスタイルに合わせてこう、ちょっと変更したりとかってすぐできるので、その辺はすごくいいところかなというふうには個人的には思ってます。よし。で、武器棚を破壊。なんか結構いろいろ。おうおう、あそこは襲撃しちゃおうかな。いいかな。あれか。どう。どう。よいしょ。よいしょ。ブラシダスが言ってた採石場だな。見つけた。OK。体調始末。慎重に。この辺りに武器があるはずだ。狙いは一人のスパルタ兵だけだ。他の奴らに気づかれなければ簡単だろう。はーい。どう行こうかな。結構人数が多いな。結構いるな。あいつがどう出るかだな。下にはいないですね。ちょっと回り込みながら行きたいな。指揮官を倒さなければ。さあ、あれは誰だ。よし、倒した。で、で、どうすればいいんだ。武器庫を破壊するんだよね。武器棚を破壊。武器棚を破壊って出てるんですよね。どれを破壊すればいいんだ。90。ははん。何かあったか。何も見てません。怖い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 。あ、怖い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 。ちょっとクイックセーブだけしときます。意外とね、大事です、セーブ。セーブ意外と大事なんですよね。やっちゃおうかな。よし。いて。棚を破壊。どっかに武器棚があるのかな。これ壊せばいい。これで一つ。あと四つだ。こういうことか。
なんか上にもあった気がしたな。よいしょ。これか。これで二つ目だ。次を探そう。あ、下と？あ、そっちにあるのか。あっち側を先に押しよう。よし、懸賞金も解除されたぞ。三つ目の棚をやったぞ。あと少しだな。あいつはほっとこう。で、そっち側と反対側に行くやつだったよね。確かね。慎重に行こう。この下だな。あそこか。やべえ。おとなしくしてろ。よし。よし、よいしょっと、これをもらっていくぜ。よし、こうした。よしよしよし。クリスト管理を腐ったスパルタ人処理が全員を腐らせる。で、これで、王様とお話ができるわけですね。脱出しましょう。よいしょ。ちょっとこの、登りづらい、ここ。よいしょ。よし。OK。で、そしたらですね、クエストで、スパルタの方ですね。これで、またここに戻ると。ここに、ファストトラベル地点があるので、そこをアンロックしておかないとちょっと道中の移動が大変なので、ここに向かってまず行きましょう。でかいクマがいるんですね。行きましょう。よし。よし。遠いな。よいしょ。よいしょ。たたたたたたた。よいしょ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 。ああ、ごめん。ごめん、ごめん。高すぎた。やっぱ馬に乗ってね、ハムスに乗って走っていった方が非常に移動が早いですね。たた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 すごいなこれ。これこっちから登れるのかな。ラコニア。よいしょっと。
すいませんね。これどうやって行くの？ここから行くのかな？なんかお祈りを捧げてる声を聞こえましたね。アテナ神殿。よいしょ。よいしょ。すげえ神殿。よいしょ。厳重に守られてるらしい。あ、ここ。よいしょ。よいしょ。で、シンクロポイントはあそこですね。よいしょ。アテナ長期起こす神殿。シンクロしましょう。はい、シンクロを完了しました。で、メインクエストの方ですね、こちら側に行きましょう。イーグルダイブ、うわ、よし行こう。よし、よいしょ。ここはすごいですね。やっぱこう中心街だと全然なんか街並みとかが違いますね。本当にザ都会みたいな、都会なのかどうかわかんないけど王国みたいな感じの、そんな感じのあれですね。素晴らしいというか、訓練ですかね、スパルタ兵のね。で、ブラシダスと対面。よいしょ。やってきましたよ。来たか。いつでも王に会わせてやるぞ。ああ、さっさと済ませよう。では行こう。ユリーネはもう中だ。お、早いですね。王はどこ？そこだ。これでどうだ？お前の勝ちだ、アルティダモス。降参だ。では、ボイオティアにニコ艦隊を派遣だ。いつもあんな風に話し合いを？時々ね。アルティダモスの防御の技術は向上してる。私のおかげね。ブラシダス、知らせを持ってきたか。聞こう。王よ、慎んで紹介申し上げます。レオニダス王の子ミュリーネ、その娘カサンドラ。よくもスパルタの地を踏めたな。カサンドラはコリンティアの制圧に協力しました。奴隷放棄の件でも助力を惜しみませんでした。すべてスパルタを思ってのこと。どうかお聞き届けください。宮殿の床を血に染める前に話を聞こう。話せミュリーネ、なぜ来た？スパルタの市民権を再び得て家を取り戻すために参りました。お前は自ら去った。娘は長老を殺して逃げた。その上鼻も折られたしな。家族は裏切られたのです。スパルタが裏切られました。裏切り者は暴きに来たのです。長らくスパルタを気にもかけなかったもの。よくもそんなこと。どれだ？これだ。なら私を責めろ。長老を殺したのは私だ。それが事の起こりとなった。忠誠心を試す相手を探しているなら、それは私でなければならない。お前のその実直さを褒めるべきか、告白した罪を罰するべきか、悩むところだ。
ミュリーネは自らの意思を知らしめた。お前はどうだ。裏切る者たちを狩るために来た。これだ。私の目的は故郷へ戻ることだ。生まれ落ちたこの場所へ。タイゲトッサンで起こったことはスパルタの恥だ。ここにお前と家族の家はない。まずは忠誠を示せ。はあ、スパルタに栄光をもたらし、神々の前で名誉を取り戻せ。それまではお前にも母親にも土地の権利はない。やるべきことを言ってくれれば片付けてくる。スパルタ軍はボイオティアでアテナイ軍と交戦中だ。現地に赴き指揮官に加勢しろ。勝利をつかむまで戻ってくるな。必ず勝利してみせよう。そのように断言するのは真の戦争を見たことがない子供ゆえだ。指揮官はヘリコンさんにいる。これを渡し、王の使いだと伝えろ。まあそう焦るな。王は二人、任務も二つだ。いい。はい。次は何をさせる気だ。世界征服でも。それはアルキダモスに任せよ。間もなくオリンピックがエリスで始まるが、はい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 、我々の勇士が護衛を求めている。私に護衛をしろと。スパルタ人が冠を持ち帰るようにするのだ。それがスパルタに栄光をもたらすのか。オリンピックの場で勝利することが。オリンピックはただの勝利ではない。オリンピックの全ての試合での勝利だ。はあ、わかった。では全ての任務を終えた時に再び会おう。やり遂げられたらな。やり遂げた暁には家を返してもらうからな。スパルタの精神は健在か。ブラシタス、連れて行け。次。ずいぶん無茶言う王様たちですね。まあスパルタの脳筋どもだからしょうがないですけどもね。で、オリンピックというワードが出てきましたね。古代ギリシアが発祥の地とされるオリンピックです。まあ、皆さんが知ってるオリンピックなんですけども、まあ、陸上競技ですね。例えば、槍投げとか円盤投げとかが、この古代ギリシアのこの時代から生まれたと言われています。うまくいった。お前の首がまだつながっているんだからな。上出来と言える。やり直す機会をくれた王たちは寛大ね。あとはオリンピックで勝てばいいだけだ。戦争にもね。出発の前に知りたいことはあるか。私が護衛することになってる勇士について何か知ってることはあるか。パンクラチオンの戦士だ。訓練士なら居場所がわかるだろう。分かった。状況はよくわからないわ。でも成功のためには絶対にこの闘志を守らないと。ああ。王の一人はコスモスの門徒に属してる。つまり任務の一つは罠だ。だが、どっちが？ブラシダス？こんな場所でする話か。俺はどちらの元でも戦った。糾弾するには証拠を手に入れないと。耳も目も鋭くしておくのよ。ボイオティアで言った。アテナイ軍がスパルタ軍を少しずつ押し返している。勝利は容易なことで。形勢を覆せるのはあなただけよ。はい、わかりました。もう十分だ。それで母さんは？私がいない間どうする？謁見の前に伝言を受け取ったわ。それで内容は？別のコスモスの門との手がかりよ。私はアルカディアへ行く。一人で？運が向いてきた。そこには名誉を受けて行ったことがある。私も同行しよう。それは助かるわ。ありがとう。ではアルカディアで会おう。旅の無事を祈る。よし。はーい。二人、スパルタの二人の王。はい、というわけで皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。今回もキリがいいのでここまでで、応援しようかなと思います。で、複数のクエストを受託しました。はいはい、王者のお届け、征服者、これですね、オリンピアン、テスティクレスがパンクラチオンと王者となってオリンピックに届けることになった。次回はこの続きからいきましょうかね。はい。これちょっとこの王者を、このオリンピックの地までね、お届けしなくちゃいけないですから。はい。というわけで、皆さんね、ご視聴いただきましてありがとうございました。はい。
次回も楽しみにというわけで、お疲れ様です。